旅、飲か会。ーはい、旅です。今日は2月4日午後2時です。今朝の北見の最低気温はマイナス17度。そして今日の最高気温はマイナス10度。ほんと寒いです。昨日の 最高気温は0度ぐらいまで上がったので暖かくて道路の雪は溶けそして夕方から夜にかけてその溶けた水がまた凍って道路はツルツルの状態です街中交差点などで止まるときそして発進のときは本当にツルツルで普通の状態の 本当に気を使います。皆さん気をつけていきましょう。そして本州、沖縄の皆さん、ぜひこの国間のマイナスの世界を体験しに来てください。生村サムー